はい、こんにちは。まやチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん。ナノブロックプラスのギラファノコギリクワガタとヘラクレスオオカブトです。ナノブロックプラスのなんと昆虫のシリーズがいつの間にか出ておりましたね。はい。今回はギラファノコギリクワガタとヘラクレスオオカブトを購入しましたので、こちらを作っていきたいと思います。ちなみに対象年齢6歳以上です。はい。一回今フライングだったね。はい、では作っていきましょう。はい。はい、ということで完成しました。まず私が作ったのがこちらのギラファノコギリクワガタですね。はい、これすごいいいね。うん、この顎がね、ちゃんとこうなってんだよ。こう、ああ、そう、こうこうなってんだよ。本当だね、立体的な形になってますけど、もしかしたらなんかツヤクワガタ系、うん、だとさらにいいのかもしれないなと思った。だってこれキラキラしてんだもん。うん、確かに、ね。うん、あとこちらのカードも入ってましたね。はい、裏側には91と書いてあります。はい、僕が組み立てたのはヘラクレスオオカブトです。そうだね。はい、これも同じような感じだね。はい、背中が黄色だね。はい、でちゃんとここに毛が、あーそっかそっか、再現されてます。そこの黄色は毛なんだね。うん、なるほどなるほど。ちゃんと手のひらサイズで、うん、こちらにも同じようなカードが入ってましたね。はい、それで、このナノブロックプラスなんですけど、はい、今組み立てたのが、このインセクトモードなんだけど、はい、他にもですね、ディーサルモード、バトルシップ、ペルソナモード、コンバットロボットと、こういうなんか組み立て直して飛行機とかロボにすることもできるみたいです。うん、なんか面白い。なんだろうね、これなんかこういうのがあるのかな。あ、ストーリーとか書いてあるから、うん、レゴみたいな感じで、ああストーリーがあるってことかもしれない。うん、でなんとこのシリーズで種族合体っていうのができるみたいで、そう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 、このカードの裏にある番号、うん、あはいはいはい、特設サイトに行って、うん、この番号を入れればいいんだ。うん、これで言うと9118って打ち込めばいいのかな。うん、そうだよね。そうするとこのギラファとヘラクレスが合体する、設計図、はい、組み立て図か、それがスマホで出てくる。出てくるんだ。でそれ見ながら組み立て直すことができるんだね。はい、なるほど。そんな感じになってたの、ナノブロックプラスいつの間にか。昔ね、ナノブロックプラスね、あのハリマロンのポケモンの、あのハリマロンのやつをパパ作ったことがあったんだけど、うん、あれ以来だったからちょっとびっくりしちゃった。まあ、今回はねうちら合体はさせないけど、はい、気になった方はぜひ購入してやってみてください。はい、はい、ということで今回はナノブロックプラスのギラファノコギリクワガタとヘラクレスオオカブトでした。はい、ということで今日の動画面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、これどこ置いときましょうか。どこ置いとこう。下手に置いとくとこれ多分すぐぶっ壊れちゃうからね。うん、うん、気をつけて扱いましょう。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。